おい、なんだよその髪型。これから撮影だぞ。服もヨレヨレだし。いや、お前に言われたくねえよ。お前の方こそこれ穴開いてるし、お前ここ破けてるし、髪の毛ぐっちゃぐちゃだし、お前なんだそれ。いや、お前の方がひどいぞこれ。お前どんだけ穴開いてんだよ。乳首見えてるからな、お前隠せ。髪の毛もぐっちゃぐちゃだし、お前やる気あんのか、お前本当に。すいません。やる気ある？ごめん。やる気ある？やる気ある？ちょっと。もうみんな喧嘩しないでよ。いや、お前が一番ボロボロやないかい。はい、どうも、アバンティーズのソルジーとリクオとスリメとエイジです。はい、というわけで今回はこちらシュワルツコフさんにやってきております。はい、まあ、なぜ僕たちがシュワルツコフさんにやってきたかと言いますと、この通り僕たちのみすぼらしい格好では撮影ができないと。ということでこちらシュワルツコフさんの最新のワックス 3D 面を使ってセットしていただきたいと思います。 3D 面というわけで髪の毛をセットしていただきたいと思います。はい、というわけで僕たちのセットが完了いたしました。それではご覧ください。せーの。どうですか。やめろその目、その目やめろ。はい、というわけで、はい、いやもう全員バッチリいつもね。すごいね、全然違うね。誰が一番違う。お前だよ。お前です。すげえ、すごい。とりあえずコンセプトがあったんだよね。そう、キュート。僕がそう、キュート、ワイルド、ワイルド、セクシー。バッチリそうだね。なってますか、うん、なってますか。まあ普段普通はセットしないんだよ、僕は。エイジの初キュート今みんな見てます。そこまでするの難しいよね。どうだった。俺これすごくない、毛流れ。これ天の川みたいなやつ。俺はもうこんなんか前髪を上げるっていう概念がないから、とりあえずなんか新たな境地を開拓できたかなと思います。どうですかリック。一番ガッチガチに固めてますからね。ジェル使ったことない。ジェル使ったことが初めてで、でもこれ多分結構風吹いてきても多分あんま崩れないんじゃないかみたいな。めっちゃ頭振ってみ。
ほんまや。ということで、はい、皆さんも 3D 面を使ってスタイリングしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでアファンティーズでした。はい、皆さんバイバイ。バイバイ。バイバイ。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、早速撮りますか。はい。撮ろう。よし。よし。じゃあ、いくよ。OK。はい、どうも、アバンティーズのソラチーと、リクオと、ジリメと、エイジです。はい。というわけで、今回は4人で顔面ゴムパッチンバトルをやっていきたいと思います。ナイス。わかりました。誰からいきます？俺からいく。はあ、いきます。いくよ。うん。かっこよくなったら何したいですか？ん？かっこよくなったらセットして。女風呂覗きたい。え？女風呂覗きたい。ああ。なんじゃないでしょ。りっくんは？かっこよくなったら。うん。そうだな。クラブ。まずクラブに出向きたい。調子乗んな。調子乗んなよ。悪いかよ、言っちゃ。悪い。なんでだよ。バカ。は？でクラブ行ったら何したいの？え、踊りたい。ちょ、踊っ、じゃあ踊ってみて、ちょっと。てて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 て